かぐすけです。はい、猫侍やっていきますね。ちょっと久しぶり、ちょっとどころか結構久しぶりにやりますので忘れてます何があったか忘れてますね、もう。27? どっちだっけ。もう私ですね、このね、昔のね、月の表示わかんないんですよ。こっちかな、多分。月変わりましたからね、多分11あたりでしょう。うずきは読めます。もう一つわかりません普通に、やっていいよね。で、ディスクはやっぱ読み込めなかったんですよね、さっき1回。大丈夫かなね、新しく買ってきた方がいいかもしれませんね。まあ、もう一回ね、プレイするときは多分 PSP でね、アーカイブスでもう一回買ってやると思います。こんなにね、結構フリーズとかされるとね、やる気がね、減っちゃうんでね。何しよっかな。この時間ね、何もすることないんですよね。この時間にすることを探したいな。この時間とかね、ゴロツキ系のイベントが起こりそうなんですけども、まあ船宿、店の名を入れた行く灯が薄暗い通りを照らしている。今夜も泊まり客がいるようだ。あ、泊まりですか、いいですね。様子見てみましょう。戸が閉められている。あ、がっかり中が見えなければいても無駄だな。そっか、仕方ないですね。で、朝になります。朝になりましたら何しましょう。番屋でも行こうか。前いろいろありましたからね。この界隈の治安を取り仕切る役人たちが務めている。あーかな、赤花か。番屋を覗くと赤花とカンタが何やら会話をしていた。なんだあのね、ノラは。あ、見られた。この野良が何覗いて嫌がんでい。いいじゃん。カンタが火箸を取り上げ、振り上げ、俺に脅しをかけた。ち。俺は素早く身を翻し、一時物陰に避難した。何か悪いことしてるのかな。次に会ったら尻尾を切り落としてやる。いやー、ジュベイに勝てるとは思えませんよ。短気な人間どもだね。猫が見てたぐらいでそんな怒らなくたっていいじゃん。もう一回見てみよう。あ、ダメ。あ、変わりませんね。ピリピリしてるな。見てみたいな、ちゃんと。何してるのかな。短気だね。もう一人のね、ちょっと良さそうな人がよかったな、いるなら。はい、嫌な立派な、あの子はいないのか。もう名前ね、キサしか覚えてないキサとニエモンとゲンヤン先生しか覚えてません。詰められている、仕方ないな。何かイベント起きないかな。オリビドはこの時間無理でしょ。一日ってあっという間ですね。あ、歓楽街も今電気消えちゃったな。石材置き場は何もないでしょ。玄庵さんの診療所もこんな時にやったって。あ、たまにはここ来るか。人気はなく暗闇の中。あ、それだけ。そっか。何もできてないよ。ニエモン、困った時のニエモン。はい、ニエモン、私何やってたっけ前回。む、これはイベントか。不気味な色の薬品を前に真剣な顔をしたニエモンがいる。お、ジュベか。相変わらず熱心だな。見たことある気がする。話もできない。出ようとした。ジュベ、そこの薬液を取ってくれぬか。薬液とは。薬といえば薬、イソジン、赤、この赤いやつか。毒かもしれない。
てんてんてん。お、あ、合ってた。無言で赤い液体を受け取ると手元の器に慎重に流し込む。何ができるんだろう。てん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 。ニエモンはいつになく真剣な表情をしている。ジュベ、お前わしに何色の薬液を渡した？え、嘘。赤いやつだ。気づいてないの？赤ね。あらららら、激しい閃光と煙に包まれた。何色が良かったのかな。な、な、何が起こったんじゃ。ごめん、赤じゃダメだったね。ニエモン、お前いつもこうなのか？そんなことはないぞ。今日の爆薬の調合も。あ、爆薬？わざと？ん？どうしたのじゃ、シューベイ。この男にかける言葉はなかった。ま、待ってくれ、ジューベイ。俺は一人静かに淡島宿蔵を後にした。ええ、わざと爆薬作ってたじゃん。私は間違ってなかったぞ。ん？カズサヤやね。は、なんだっけ。あ、あー、かわいそうな女の子がいたとこだ。うん、気している。あ、それだけね。じゃあダメか。稲荷屋。あー、キサの方行こう。なんか問題があったって言ってたよね、確か。あ、角川道場の下だっけな。違う、これのさらに下。マスミです。うん。はい。はい、働いている。あ、それだけ？なんかね、幽霊みたいな。幽霊だっけ？そういう話で何か問題が起きてるって聞いたんだけど。うん、うずらいるね。屋敷を覗く。うん。うん。それだけね。はい。どうしよっか。あ、でももう朝に近づいてきましたね。どうしよっかな。何もやること。宝禅寺、あ、宝禅寺たまには家に帰った方がいいんじゃない？たまにはここで、うん。何もなかった。寝た方がいいかもしれないけど、今寝るのはちょっと時間の無駄ですからね。木材置きが 今まで何もなかったんですよ。うん。ああ、それだけですか。炭壺かな、次は。これは違う。竿長屋。しまったな。しばらくやってないから忘れてるな。あ、炭壺宅だ。行ってみよう。うん。生活道具が置かれている。あ、いるね、炭壺。熱心に手を動かしているか。じゃあダメかな。あ、ダメっぽいな。炭壺悪そうな顔してるけど、本当にただの細工屋さんなのかな。下の大工さんは？む？男が一人いる。散らかっているが、片隅に置かれた大工道具だけはきちんと整理されている。前と一緒だと思います。うん、変わりませんね。新品はいいね。うん。ヒコロク。うん。これはヒコロクさんと他のところで会う必要があるのかな。長屋前じゃなくて、竿長屋。ちょっと夜のうちに地形を思い出そう。ここがこれね。で、オリビ堂があっての。上禅寺もん、あー、上禅寺いつも何も起こらないな。あー、そっか、この時間はさすがに厳しいですね。あ、6時か。寝ようと思ったけど朝になった。うん、上禅寺の門がある。猫股の姿もちらほらと見える。うん、それだけね。次、深夜になったら寝ましょう。よいしょ。宝禅寺で寝る。次はね。で、船宿。そうですね。うん。
現七しかいないか、様子を見る。うん、商人風の男が船宿から出ていくところだ。ありがとうございました。これも見たことある気がする。今後ともごひいきに。ですよね。現七の弟子がみたい。弟子だっけ。うん、後輩。客を乗せた現七の船が船着き場に帰ってきた。どうもご苦労様でした。現七さん、相変わらずいい腕だね。へ、ありがとうございます。商人は船宿に入っていった。うん、変わらずですね。もうすぐ深夜になりますので、ここら辺で時間を潰して。ひげやどこだ。ひげや、あ、ここら辺ですよね。うん、入ります。止まらないでくれ。うん、はい。千、お千さん、旦那、これ食べません？なんだろう、ちょっと余計に作りすぎちゃって。小魚の煮付けの入った小鉢を一つ置いた。いいですね。いただくか。うん、すみませんね。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。いやー、ありがたいね、ただでくれるだなんて。ご注文ですか。タカちゃんかわいいね、相変わらず。ああ、今日はね、小魚の佃煮がいいよ、いいですよ。さっきもらったやつかな。頼む、もう一回頼むのか。はい、すぐお持ちしますね。佃煮とは違うのか。煮付けと佃煮は違うんですね。じゃあ、よそに行きましょう。多分、いい時間になるでしょう。うん、寝ましょう。こっちでね。うん、寝ましょう。寝て、記録しましょうね。夢を見ずに済みそうだ。にゃお。で、セーブです。よしよしよし。はー、ちょっとね、細かくセーブしなきゃね。でも記録が消えたことがないので、うん、普通に書き込んでいきます。はい、バッドエンドでも気にしないよ、私は。できるだけいいエンディング見たいですけどね。よそへ行きましょう。他にやることといえば、やっぱね、キサのお店マスミをなんとかしたいんですけども、マスミ直接行ったって何もないので、ここら辺に行きます。割水脇の通りに放置された水茶屋がある。そこに両替屋を意味する猫股専用の鶴板がかかっている。うん、よしえもん、あ、客と話をしているんだ。困りますね、返済の期限は過ぎているのですよ。泣いて頼んでもお金は出てきませんよ、残念ですが。泣き叫ぶ客は用心棒どもに、はい、店の奥に引きずられていった。そういうとこですよね。はぁ、嫌な世の中ですね。本当に嫌だと思ってるのかな、この人。ヨシエモンはため息を吐くと金勘定を始めました。始めた。いきなり敬語になったな。うん、それだけかな。銭勘定をしている。おや、何かご用で。いや、てんてんてん。顔色一つ変えずに銭勘定をやり直した。お邪魔しました。邪魔しちゃったな、感じに。どうしよっか。道場行ってもな。いや、あの二人の修行をしたいけど仕方ないですよね。火事場にこの時間行っても無理だよな。あ、今川町長屋に行ってみましょう。うん、長屋一帯は好き放題荒れており、住人の姿は全く見当たらない。時より吹き込む風の音がすすり泣く女の声のように聞こえる。今にも幽霊の出そうな雰囲気の長屋である。ここの誰か住んでなかったっけ。なんか話だけで聞いた覚えがあるんだけど、誰か住んでるっていう話をなかったっけな。オリビ堂に行ってみましょう。あ、早すぎた。一応閉められている。よそへ行く。で、戻ってきます。オリビ堂。お邪魔。うん、
ガラクタが陳列されている愛雑貨屋さん。あ、ちょっと時間潰そうかな。時間、2時間ほどかな。うん、あ、来た来た来た。店の奥から東米の声が聞こえる。何か探し物ですかい。適当に見てってくだせえな。何を見ろというのだ、ガラクタばっか。しばらくすると店の奥からいびきが聞こえてきた。ああ寝ちゃったか。もう何にもやる気ないですね、あの人は。じゃあちょっと自分の家の前まで行って、うん、共存している。ちょっと戻ってきさの様子を見てみましょうかね。うん、あ、ご老座しかいない。先ほどから下手くその歌が隣の部屋から聞こえてくる。なんとなく眺めていると不意にご老座と目が合った。どうした、一緒に歌うか。眠ったふりをした。これ見覚えありますね。うん、あ、キサが帰ってきたね。ふんふんふん、キサの鼻歌が聞こえる。隣を覗くとキサが台所で巧みにアジをさばいていた。うわー、見習いたい。若い娘にしては器用なものだな。あ、これ聞いたな。うん、同じ反応しちゃったかもしれない、前と一緒の。ゴローザは別にいいとして、あ、原七がいますね。話し声が聞こえる。そういえば、もの、あ、これね。何度も同じの聞いちゃうからな。なかなかいいのが出ないな。イベント起きないかな。怖いよ、全然。ストーリー進んでない気がしますから。うん、この国、うん。エウメさんがいるはずないし、うん、次ゲンヤン先生のとこ行こうかな、明日は。どこ行こうかな。この時間本当にね、本当にね、何もないんですよ。ここまで、うん、あの子たちがいるから、もう目を合わすことはできない。かわいそう。いや、次回やってあげるから、ゲームアーカイブスの時に。時間を飛ばすことできますね、そういえば。6時、はい、これくらいかな。早すぎる。お、いるね、ゲンヤン先生。おや、十兵衛殿、早いですね。具合でも悪くなりましたかな。いや、どこもな悪くないが。うむ、寝不足のようじゃな。休むときはきちんと休むことじゃ。ああ、あれ、寝不足か。同じかな。あ、では次の漢字を読んでくれぬかの。追い出されてしまったね。それはもうどうしようもないね。たまにはここですね、橋のたもとに行きましょう。はい、多くの人間たちが行き交う大きな橋だ。お、トヨ。トヨはニコニコしながら通りを歩いてくる。あ、あの子、あ、トヨ、この人か。さて、今日は何を食べようかしら。え、この人記憶にないんだけど。ふふふ、楽しみ楽しみ。え、誰。変わらずですね。え、見覚えがない。おばさん結構ね、似たような顔の人が多いからね、あんま覚えられないんですよ。で、あの人に会ってみるか。縄本さんね、金付き堂へ移動します。うん、はい。あ、いますね、慎五郎さん。話しかけてみましょう。十兵衛さん、先日はあのような話をしましたが、私はあなたと慣れ合うつもりはありませんよ。そっか、それは俺も同じこと。ならば結構です。来るなってことですね、これは。ごめん、うん、しばらく来ません。お、歓楽街の電気がついている。行くぞ。歓楽街だ。うん、これはいつもと違うよ。違うよ。うん、いたのにな、いたのにな、人。
ちゃって、お連打しちゃうんだよ。えうめさん、朝早そうですね、おじいちゃんは。うん、よく手入れされている、素晴らしい。あ、ダメか。さあもう一回、えうめたく。うん、はい、磨かれている、よく手入れされている。あ、えうめさんいますね。おじいちゃん、一緒に昼寝しよう。えうめは座ったままの姿勢で眠っていた。寝ていたか、うるさくなくていい。そっか、寝てただけか。おやおや、困りましたね、困りましたね。これは何をしましょうか。住みつぼけ行くか、もう一回。あー、それだけか。で、寝ましょう。うん、結局夜中だしね。自分の家で寝よう。おい、はーい、長屋の方に戻って、サウナガヤ行きたいんだけど、場所忘れちゃってね、わからないんですよね。うん、で、記録します。うん、細かく記録をつけなきゃね。2、一番進んでいるのは道場のイベントか、太一ですよね、確か。太一のイベントは進める気はないんだけど、こういうゲームってある程度他のイベントも進めなきゃダメとかいうこともあるので、道場行きますか。弁天は違うか、道場はこっちの方だっけな。うん、三ツ矢道場ですよね。あ、右の方の道場だ。いや、猫又の剣術道場ね。うん、太一、太一は道場の隅で大の字になってふんぞり返っている。偉そうだな。はっ、太一は俺の顔を見るなり気まずそうに視線を外した。まあ懐かれるよりマシか。俺は冷たく太一を一括した。一掃した。まだ？お、素振りを始めましたね。見られてるからね。ふぅ、疲れた。お、睨みつける。うわ、先生。太一は俺の顔を見るなり慌てて素振りを始めた。さあやるぞ。ほっほっ。お調子者が。まあこういう子はね、ムードメーカーとしていいんじゃないかな。で、この時間ですね。ここ何も起こったことないよね。はい、特に変わったものはなさそうですか。そうですか。釣り場行ってみましょう。いいもの釣れるかな。うん、人の気配は全く感じられない。俺にとっては格好の釣り場だ。ダメか。そうだよね、人間に知られずに釣りなんてしなきゃいけないですからね。猫が釣りしてたらびっくりしますよね。これだけですよね。おやおや、今回の動画は何も進んでませんね。残念ながらね。浮島？あ、宿ね。狭い水路に浮かぶ船の上で客を待つ船頭の姿が見られる。様子を見てみましょう。戸が閉められている。あ、そっか、前は戸が開いてて何か会話が聞けましたけどね。そっか、こういうのでただ聞くだけのイベントもありますよね。そりゃまだ真剣で練習してるのかな。屋敷を覗きます。真剣を振る若者の姿が見える。えいえい。その刀はご主人様の。毎回言ってますよね。集めているだけでは役に立たぬ。俺の修行のために使ってやっているのだ。文句があるのか。ピリピリしてるな。ふん。でも刀は全然ダメなんですよね、確か。
今回の動画は全然何もありませんでしたが、まあこういうこともあるでしょう。ということで、今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。